始まりました、リューネッツゲーム TV。 ゲーム大好き沼尻です。 e スポーツプレイヤーのケータです。今日はザ・キングオブファイターズ15をやっていきます。はい、通称 KOF は1994年から続いているシリーズの最新作で、スピーディーな展開が魅力な格闘ゲームです。はい、ではプレイヤー紹介していきます。まずは M ダッシュ選手です。はい、パンワ電子所属の M ダッシュです。よろしくお願いします。はい、M ダッシュ選手は三和電子株式会社よりスポンサードを受けて活動するプロゲーマーです。世界最大の格闘ゲーム大会エボジャパン2019にて優勝された選手です。はい、そして対するはモク選手です。はい、どうも、神話株式会社神話プロモーション所属のモクです。よろしくお願いします。モク選手は神話プロモーション所属のプロゲーマーです。ククリというキャラクターを世界一使いこなし、数々の強豪を倒している今最も活躍が目覚ましい選手です。まあ、今回お二人がなぜ今回リューネッツゲーム TV に出演していただけたかというと、先日行われた沖縄市のオンライン大会で決勝で戦われているお二人なんですよ。なるほど、はい、すごいハイレベルな戦いになるということですよね。はい、それではお二人準備よろしくお願いします。お願いします。さあ、それではバトルスタートです。はい、M ダッシュ選手の使う、左側のガトーというキャラは、キャラクターは最近追加されたばかりのキャラクターで、すで、はい、に実戦に投入されている形ですね。対するモク選手の今出てるキャラクターも、このガトーと同時期に出たキャラクター、お二人とも、はい、出たばかりのキャラクターを、今回使用されてます。はい、他のプレイヤーにとってはこれはなんか見本になるような戦いになるかもしれないですよね。そうだと思います、はい、もうまさに今誰もが見たい戦いのお二人でもあるし、はい、このキャラクター自体もどういう動きしてるのか見たいところだと思います。なるほど、まだ体力的にはモク選手がリードしています。そうですね、モク選手がうまく突進技を使って駆使して攻めを組み立ててますね。さあ、ガトーというキャラクターも非常にジャンプ攻撃が強力なので、はい、それを軸に、あ、これは確定ですね、今のは。モク選手がちょっと突進技をめり込ませてしまったために、はい、コンボがかなり入ります。追いつきそうですね。はい、おー、決まった。逆転ですね。はい、ゲージを使うとかなりダメージが伸びるので、ここは使っていきました。はい、さあ出ました、モク選手といえばこのククリというキャラクター、右のキャラクター砂を使うんですけれども、はい、このモク選手の使うククリはもう世界でもここまで高いレベルで使いこなしている選手本当にいないぐらいの。そうですね、もう早速とまず倒していきました。はい、これでお互い一人ずつ倒しています。今週のリューネッツゲーム TV はここまで。ハイレベルな戦いでお互い残り2人、 M ダッシュ選手対モク選手、次回完全決着です。熱くなろう、リューネッツゲーム TV。